ここでは箱ひげ図の例題にについいてて一緒に見ていきますこの問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょうまずは方針からですね箱ひげ図っていうのは最大値最小値そして四分位数を図にしたものやったんですねこんなやつが箱ひげ図やったんですねこの箱の部分は四分位数 Q1Q2Q3 で値を取ることができたんですねそして最小値と最大値こう結んで、ね、ひげにして箱ひげ図っていうことやったんですね で、この箱ひげ図は書くことと同じぐらい見方も大事でこのひげとかね箱の部分がこれがね短ければ短いほどデータが密集しているっていうことやったんですね逆に長ければ長いほどデータが散らばっているということでした以上の知識を踏まえてね今回の問題解いていきましょうではまず括弧1ですね A クラスと B クラスのデータの箱ひげ図を書こうという問題です 箱ひげ図を書くには最小最大そして四分位数を調べればいいですねまあ中にはね平均を書く場合もあるんですが指定されていない場合はね特に書く必要はないかと思いますということで今回もね書かないようにしておきますじゃあやはりですね四分位数を求めるためにはデータを小さい順に並べる必要がありますよね最小最大も分かりやすいですもんねということで A クラスのデータを小さい順に並べるとこのようになりますよね で今ですねデータ全体の個数は14ということなんでね偶数の場合はいきなり半分に分けれるんでしたね1 4る2が7ですのでね前7個と後ろ7個のグループに分けることができますそしてこの前の方を下位のデータ後ろの方を上位のデータっていうんでしたねで偶数ですのでデータ全体の中央値はこの真ん中2つの平均を取ることになりますね3 8 ÷ 3 9る2で38.5となります これが中央値、第二四分位数ですね。そして、解のデータの中央値が、これ、第一四分位数 Q－I になるんですね。解のデータは、一、二、三、四、五、六、七、七個あるんでね。もう、このど真ん中の二十二が、これが第一四分位数となります。上位のデータでも同様ですね。全部で七個あるんで、ど真ん中のこれが第三四分位数。Q－III となりますね。そして、最小値が二十一、最大値が五十。ですのでね。これで全部材料が揃ったんで、箱ひげ図はもうかけますよね。 あとでね B クラスのものとまとめて書きましょうということでここからは B クラスのデータを調べていきます最小最大四分位数を調べるためにねやはり小さい順に並べましょうこの通りになりますよねでデータの総数は14ですのでね先と考え方は全く一緒ですね下位のデータと上位のデータが7個ずつに分かれますで Q2 は真ん中2つの平均ですね計算すれば38.5ということが分かります で Q1、Q3 もですね7個のデータの中央値ということでねさっきと全く同じ考え方で36と47ということが分かりますねで最小最大もねもう見れば分かりますよねこれでね B クラスも箱ひげ図を書くためのデータが全部揃いましたじゃああとはですねここまで求めてきたデータを使って箱ひげ図を書くだけです A クラスも B クラスもデータ揃いましたもんねこの箱の部分は Q1、Q2、Q3 になるんでしたね あとはねこの「Q2」が揃ってるなとかその辺数字を揃えてあげると「Q3」はね B クラスの方が右にあるなとか「Q1」は「Q1」もですね B クラスの方が右にあるなとしかも圧倒的に右にあるんですねで最大値最小値からこの「ひげ」の部分も作っていきますでこのヒゲの部分もね B クラスの最小値が29ということでね A クラスの箱の「Q1」の部分よりもだいぶ右にあるとそういうところをね意識して書けばこのような箱ひげ図が出来上がるかと思います で、カッコ1でですね、このような箱ひげ図を書けば、カッコ2、どちらがね、データの散らばり度合いが大きいかっていうのは、もう一目瞭然で分かりますよね。箱ひげ図っていうのは、短い方がデータが密集している、長い方がデータが散らばっているっていうことでしたので、A クラスの方がデータの散らばり度合いが大きいということが分かります。はい、ということで、ここでは箱ひげ図の例題について見ていきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。 あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう。